メルファーラーはアメリカの俳優、映画監督、プロデューサー、ニュージャージー州エルベロン出身、オードリー・ヘプバーンは元妻、メルフェラーと書かれている場合もある。名前のよく似たホセ・ファーラーはメルファーラーの父と同姓同名だが血縁関係はない。父親はスペイン系のキューバ人医師、母親はアメリカ人、プリンストン大学在学中から夏はマサチューセッツ州、 デニスの劇団ケープコットプレイハウスに参加。その後はバーモント州で出版社に勤めていた。プレイハウスで主役を務めるまでになってからは出版社を退社しブロードウェイに進出する。数々の舞台を経験後、さらに地方の放送局に見習いとして入って DJ などを担当後 NBC のプロデューサー兼ディレクターとなる。1945年に映画入り、 当初はダイアログディレクターとしてコロンビア社と契約。俳優としても映画に出演した後、再びブロードウェイに戻るなど、舞台や映画に俳優として活躍し、1950年の狙われた結婚で監督にも進出した。1960年代はヨーロッパでの活躍が多くなり、低予算映画の出演がほとんどとなった。結婚は後と、1937年に、 小説家のフランセス・ピルチャードと結婚し、一男を設けるが離婚。1940年に彫刻家のバーバラシー・トリップスと結婚。二男一女を設けるが離婚。1942年に再びフランセス・ピルチャードと結婚。四度目は女優のオードリー・ヘプバーンと1954年のブロードウェイの舞台、オンディーヌ共演後に結婚。共演作に1956年の 戦争と平和、監督作に1959年の緑の館、プロデュース作に1967年の暗くなるまで待ってなど、夫婦一緒の仕事も多かったが、1960年に子供を設けた後、1967年に別居、翌年には離婚した。原因は彼の派手な女性関係だと言われている。1971年にエリザベス・スコーティンと結婚。 1980年代後半以降は公に姿を見せることがほとんどなかった。ただし、1993年に元妻ヘプバーンが死去した際には葬儀に訪れており、公式には1998年まで芸能界に席を置いていた。2008年にカリフォルニア州サンタバーバラ郊外の自宅で死去、死去の半年ほど前から療養所と自宅を往復していたという死因は、 未公表、オードリー・ヘプバーンとメル・ファーラー。戦争と平和のセットにて1955年、リリー予告編のファーラーいくつかの文献では、彼のファーストネームはメルヒオールになっている。しかしこれは誤りで、プリンストン大学の記録に禁する。父方の祖父の名前もまたメルコーフェーラーであるし、1940年には、ファーラー自身が、人とエスハッツという子供たちの本のカバーに、 メルコー G ・フェレアと署名している。ドクター・ホゼ・エム・フェラー、アビッチ・アリーズ、ザ・ニューヨーク・タイムズ、24フェブラリー1920、ウェディングス、フェラー・オー・ドナ・ヒュー、ザ・ニューヨーク・タイムズ、オクトーバー191910、トーマス・オブ・メルフェラー、アクター・ディレクター、ハズバンド・オブ・オードリー・ヘップバーン、ダイズ、ヤフーニュース、 オリジナルの2008年6月6日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20080606011706/http:/news.yahoo.com/s/ap/20080603/apen.se.opitfair. Ht ありがとうございます。